最新236話見て最悪の展開に涙が止まらないみんなの反応集。それではどうぞ。今まで見てきた全キャラクターの中で一番死に顔が美しいと思う。マジで綺麗。本当に最後までよく頑張った。もうとにかく本当にお疲れ様と言いたい。最後まで全力でらしさ全開で楽しんで頑張ってくれたからあとは休んでください。五条先生が死ぬってのはさすがに予測してなかったし、じわじわ削られるんじゃなくて一気にバチーンは予想外すぎたからマジで気持ちが追いつかないわ。結局マコラがチートだったってことか。それでも正直マコラがいなかったら勝てたかわからないわ。五条先生の買いかぶりだと思ってしまう。まずマコラって先週消されてなかった？なんで急に出てきて真っ二つにしてんの？そこの違和感が気になりすぎて内容がよくわからん。手本だって言ってんだろ。マコラ本体が自分の性質を変化させて無加減を中和するんじゃなくて、少なにあった適応をマコラがするっていう手本を見て五条を切ったんじゃないの？あっぱれだって。五条先生が少なに褒められてるのがなんか個人的にはめちゃくちゃ嬉しかったです。この話で宿儺の評価が戦い前に戻ってちゃんと回復した状態でのこの褒め言葉だから重みが違うよな。マジで最後に笑ってる五条先生もエモすぎたわ。下等の再登場は素直に嬉しいんだけどさ、この登場の仕方はもう走馬灯ってやつやんか。マジでこの回想は絶望すぎるのよ。やって声をかけてる下等が突然出てきて、あれこれ今週のやつと思ったらちゃんと今週だった。最後まで読み進めてしっかり絶望しました。ああ最悪すぎる展開、もうこの先見たくない。結果は分かりきってる。五条先生のうっわて顔良すぎる。めちゃくちゃ嫌そうな顔なのマジでおもろい。でもその気持ち死ぬほど分かります。うっわってなったのはこっちの方だわ。なんでこんなきつい展開ばっかり続くんや。もう勘弁してくれマジで。作者がとことん呪術改善してくれるおかげで王道のジャンプでは本来ないような展開が続いてるのがたまらなく気持ちがいいな。ざけんな最悪だよに関してもだよ。マジでこっちのセリフなんだよな。五条先生が悪態つくたびにそれが全て読者のリアクションとなってブーメランになってるの死ぬほどおもろいな。死ぬ時は一人だよって言ってたな。割としかも結構なドヤ顔で言ってたよな。これは確かに恥ずかしいね。死ぬ時めちゃくちゃ騒がしくて、今こういう言ったことが実は違いましたってのはあんまないパターンだから、なんか新鮮だわ。父親のこともってなんだ。また新しい伏線か。五条先生のお父さんなのか。下等のお父さん、翔子のお父さん、誰なんだ一体。この流れでいくと五条先生の父親の線が妥当な気はするけどね。下等は光線の闇落ちの時に両親を自分で手にかけちゃってるわけだし。翔子のお父さんがこんなところで急にってのはめちゃくちゃあるから、五条先生のお父さんが出てきてここまで一切明かされてない五条家について触れられるかも。というか五条家だけ明らかに御三家なのに、陸眼と無加減の抱き合わせが生まれてこない限りめちゃくちゃ立場薄いし、五条家にしか伝わってない五条復活の鍵があんじゃない。五条先生の脱落はここでするにしても確かに早い気はするし、つくもさんの生死も確定で死んだってされてないから再登場はあると思いたい。復活の線をしたいのはめちゃくちゃわかるし、実際そうなったらやったーって話が盛り上がるのは間違いないんだけどなー。でもこの流れだと復活させないことが一番綺麗な感じはするのよな。というか復活するって線を読者にないですよって知らせるためのこの走馬灯じゃないのか。俺もそう思った。もうどうあがいても死んじゃうんだなってのがわかるようにしてる、ある種作者の優しさなんだろうなと思ったわ。そもそも宿儺が全力を出してなかったってのが熱いはかりたちの言ってた切り札とかがここで繋がるのかな。あんだけ宿儺がボンプボンプってネットのニートがニチャニチャしながら生きて騒いでたのに、宿儺の方が強いってわかって気持ちよすぎる。宿儺がボンプでって覚えたてのボンプって言葉を使いたがってた。恥ずかしい、お前ら生きてる？やたらとヘイト高くて草
別にお前らに害はなかっただろ。いやでもマコラがあったしね。ってマコラ頼りの批判する奴らも見事にこの1セリフで完封してるのは芥見先生気持ちよすぎるな。正直ボンプって使いたいだけだけの奴らが必死に騒いでたの不愉快だったからこのコマだけでご飯何杯でもいけるわ。五条が宿儺に対して呪いの王として払うとか殺すってわけじゃなくて本当に自分の実力をただひたすらぶつけられる相手として見てたのがわかって死ぬほど嬉しいよ。宿儺には全部伝えたかったっていいな。それを理解してたから鹿島も最後までその戦いを見届けたんだろうなと思うと熱い。本当にこの二人の戦いが今まで見てきた呪術の中で一番熱かった。最高だった。まあここではっきりしたのはあの五条悟ですら宿儺に本気を出させることができなかったし、もうこの後勝てるやついないってことよね。五条先生の全力が見れたのが何よりも嬉しいけど、宿儺と五条のギリッギリの全力のぶつけ合いを見たかった気持ちも強いなぁ。もうあの神がかった五条ですら勝てないならこの後どうあがいても勝利はないよ。絶対勝てないじゃん、強すぎるもん。満足に関してはほんまにそう。ここで耐えきれなかった、もう大号泣しちゃったわ。背中を叩いた中にいたらどんだけ良かったか本当に。でもあの下等くんの過去編があるおかげでこのシーンの価値が死ぬほど高まってるからいいね。本当にこうなればよかったのにな。下等がはわって笑いながら泣いてるのが一番きつい。マジでいずくくらい泣いてた。ちょっと悲しそうに笑ってるのが切なすぎる。下等自身も後悔して死んだからこそその未来を想像してグッとくるものがあったのかなとか思うともう泣けて泣けて仕方ない。本当に切なすぎる。七海と灰原まで出てくるとは思わなかった。なにこの苦しすぎる展開。マジで聞いてない、こんなん泣くに決まってるやん、きつすぎるって。どんな時でも水を差していく灰原の安心感よ。というかこの4人が揃ってることの安心感が一番たまらんわ。最高すぎる。これ過去は南ってことだから沖縄っぽい空港で南を表現しながら過去編の五条先生の時の時代でみんなが話してるってことなのかな。五条先生が選んだのも過去だったってことなのか。そう考えると切なすぎるだろ。やっぱ本人も一番戻りたいと思える時だったんだな。五条先生が過去を選んだことがここに繋がってるかっていうと確かにそれはどうかわからないけど、沖縄っぽくはあるから五条先生も南を選んだのかな。七人の最後は未来にかけたってごは頼みますの時ってことか。なんだよそれ、エモすぎんだろ。悪くない最後ってのもまたいい。七人がいたどりに託した、あとは頼みますって呪いが生かすことに繋がっていて、それもまた新しい自分へなるためのものだったって思うと涙止まらなくなるな。悔いのない死なんてないってのはつまり何も後悔なく死ねるなんてまずありえないってことよね。この発言で五条の悔いがなくなったって思うと、五条先生はここでみんなと話すことによっていろんな気持ちや当時のことを聞けたからそれで満足できたってことなのかな。だったらもう本当に頑張ったからゆっくり休んでほしい。今回は以上になります。このチャンネルでは話題になったアニメや漫画についてのみんなの反応を紹介しています。動画制作のモチベーションになりますので興味を持った人は良ければ高評価、チャンネル登録、コメントをよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。